細胞性免疫とは体内の異物に由来する抗原に応答した食細胞、細胞障害性 T 細胞、ナチュラルキラー細胞のような T 細胞系列の活性化や様々なサイトカインの放出により異物を排除する免疫機構の一つの側面である。これは抗体を介さない免疫応答であり、液性免疫とは対照的である。 19世紀後半のヒポクラテスの伝統医学の体系では免疫系は体液に免疫の防御機能があるとする液性免疫と細胞に免疫の防御機能があるとする細胞性免疫の2種類から考えられていた。CD4 細胞またはヘルパー T 細胞は様々な病原体に対する防御を果たす。ナイブ T 細胞は まだ抗原に遭遇していない未成熟な T 細胞で抗原定時細胞に遭遇すると活性化されたエフェクター T 細胞に変化する。マクルファージ、樹状細胞、B 細胞などの APC は抗原ペプチドを細胞の主要組織的合成複合体にロードし、次にそのペプチドを T 細胞の受容体に提示する。これらの APC の中で最も重要なのは 高度に専門化した樹状細胞であり、おそらくは抗原を摂取して提示するためだけに働くと考えられる。活性化されたエフェクター T 細胞は様々な種類の病原体に由来するペプチド抗原を検出する3つの機能クラスに分類できる。1細胞障害性 T 細胞、サイトカインを使わずに感染した標的細胞をアポトーシスで死滅させる2ス1細胞。 主にマクルファージを活性化させる、酸素に細胞、主に B 細胞を刺激して、抗体を産生させる。別のイデオロギーでは、自然免疫系と適応免疫系はそれぞれ、液性免疫と細胞性免疫の両方の要素を含んでいる。細胞性免疫は、次の方法を通じて、体を保護する。細胞性免疫による防御は、主に食細胞の中で生存する微生物と、 食細胞以外の細胞に感染する微生物に向けて働く。ウイルス感染細胞の除去が最も効果的であるが、新菌、原生動物、癌、細胞内細菌に対する防御にも関与する。また、これは移植後の拒絶反応にも大きな役割を果たしている。口述の一型免疫は、主にウイルス、細菌、原生動物を対象とし、マクルファージを活性化して、 強力なエフェクター細胞に変える役割を担っている。これは、インターフェロンガンマと主要エシンシの分泌によって達せられる。CD4 ヘルパー T 細胞は、二つの主要なカテゴリーに分類できる。TH1 細胞は、インターフェロンガンマとリンホトキシンアルファを産生する。TH2 細胞は、l ルマイナス4、イマイナス5、イマイナス13を産生する。さらに、 インターロイキン -17 を分泌することに由来してその名がついた T ヘルパー17細胞という第3のカテゴリーも発見されている。CD8 細胞障害性 T 細胞は2つの主要なカテゴリーに分類できる。TC1 細胞、TC2 細胞、CD4、TH 細胞と同様にインターロイキン -17 も分泌する TC17 と呼ばれる。 第3のカテゴリーが発見されている。自然リンパ球については3つの主要なカテゴリーに分類できる。ILC1 は1型サイトカインを分泌する ILC2 は2型サイトカインを分泌する ILC3 は17型サイトカインを分泌するすべての1型細胞はリンパ球系共通線具細胞から発生し、その後リンパ球形成の過程を経て、 自然リンパ球共通線具細胞と T 細胞線具細胞に分化する。自然リンパ球共通線具細胞は、その後、ナチュラルキラーセング細胞、または、ヘルパー様自然リンパ球共通線具細胞に分化することがある。次に、NKP 細胞は、イルマイナス15によって、ナチュラルキラー細胞に分化できる。チルプ細胞は、イルマイナス15によって、 ILC1 細胞に、IL-7 によって、ILC2 細胞に、または IL-7 によって、ILC3 細胞への分化が誘導される。T 細胞前具細胞は、ナイブ CD8 細胞、またはナイブ CD4 細胞に分化できる。ナイブ CD8 細胞は、IL-12 にさらされると、TC1 細胞に、さらに分化でき、IL-4 は、 tc2 細胞への分化を誘導し、イルマイナス1、または、L、イルマイナス23は tc17 細胞への分化を誘導する。ナイブ cd4 細胞は、イルマイナス12にさらされると、th1 細胞に、イルマイナス4にさらされると、th2 細胞に、イルマイナス1やイルマイナス23にさらされると、th17 細胞に分化しうる。1型免疫は、 次のような細胞型の1型サブセットを使用する。TH1、TC1、およびグループ 1ILG は、インターフェロンガンマや主要エシンシを分泌することにより、マクルファージを活性化し、強力なエフェクター細胞へと変化させる。これは、細胞内細菌、原生動物、ウイルスに対する防御を行う。また、炎症と自己免疫にも関与しており、 関節リウマチ、多発性硬化症、炎症成長疾患などの疾患は、すべて一型免疫が関与していると考えられている。一型免疫は次の細胞で構成されている。CD4TH1 細胞これらの細胞の特徴的なサイトカインは、インターフェロンガンマとリンホトキシンアルファであることが、マウスと人の両方で明らかになっている。TH1 細胞への分化を促す、 主なサイトカインは、パターン認識受容体の活性化に応反して、樹状細胞が産生するイルマイナス12である。t ベットは、TH1 細胞の特徴的な転写因子である。また、TH1 細胞は、ケモカイン受容体を発現して、炎症分へ移動できることも特徴である。これらの細胞の、主なケモカイン受容体は、CXCR3A と CCR5 である。 上皮細胞とケラチノサイトは、インターフェロンガンマに応反して、ケモカイン CXCL9, CXCL10、CXCL11 を放出することで、TH1 細胞を感染部位に動員することができる。さらに、これらの細胞によって分泌されるインターフェロンガンマは、上皮性関門の密着結合をダウンレギュレートするのに、重要な役割を果たしていると考えられる。 CD8TC1 細胞これらの細胞は一般的にインターフェロンガンマを産生する。インターフェロンガンマと L-12 は TC1 細胞への分化を促進する。TBET の活性化はインターフェロンガンマと細胞用解能の両方に必要である。CCR5 と CXCR3 はこの細胞の主なケモカイン受容体である。 グループ 1ILC グループ 1ILC は、転写因子 T ベッドを発現している自然リンパ球を含むと定義されており、当初はナチュラルキラー細胞のみを含むと考えられていた。その後、特定のマスター転写因子を発現する NKP46 細胞が多数発見され、ILC1 と呼ばれるナチュラルキラー細胞の別系統として命名されるようになった。ILC1 は、 サイトカインの刺激に応答して、インターフェロンガンマ、TNF、GMCSF、およびいるマイナス2を産生する能力を持っており、細胞障害能は低いか全くない特徴がある。人免疫不全ウイルスは CTL に感染し、その機能を低下させる。それによって、細胞性免疫を介した免疫力は著しく低下し、 高天性免疫不全症候群と呼ばれる状態に陥る。ありがとうございます。